疲れ様でした。お疲れ様でした。まもなく敬老の日ということで、皆さんのおじいちゃんおばあちゃんエピソードを知りたいなと思います。私のおじいちゃんおばあちゃんじゃないんですけど、夫のおばあちゃんが今年97なんですけど、めちゃくちゃ元気なんですよ。で、まあ、あの定年まで勤め上げた後に洋裁とかをそれこそ先にピアノみたいに習い始めて60とかで、私たちの結婚式には自分で仕立てたこうスーツを着て来てくれたんですけど、もうすっごい元気で、まだ小走りとかするし頭がすごいしっかりしてて学びが多くて、ああなんかああいうおばあちゃんになりたいなって思いますね。元気でいてほしいですね。はい、いっぱいあるから。マスク、あ、マスク2人でマスクしてた。でおばあちゃんの料理が好きだ、うん、まあちょっと亡くなったんですけど、うん、あの熊本で祖母がで作ってくれたのが、こう高菜ってあるんですね。高菜をこう甘く煮たものと、その甘いんですよ。あとこう牛すじ肉とこうこんにゃくとか入った味噌煮みたいなやつがあって、それがもうご飯が進むで、だからおじいちゃんおばあちゃんって行くときは本当にその楽しみ で熊本の美味しいお米を食べて大きくなりました。あ、いいですね。料理やっぱ美味しいですね。覚えてますよね。覚えてます、ね、食べたいなと思いますね。あ、じゃあ料理で言ったら、私おばあちゃん卵焼きがね、おばあちゃんは塩味なんですよ。で、うちのお母さんは砂糖なんですよ、味付けが。で、見た目一緒じゃないですか。どっちかなって言ってドキドキしながら食べて、塩味だったら、あ、おばあちゃん美味しいなんかそこはね、お互い譲らなくてそうなんだでしょみたいな感じでおばあちゃんよく言ってたなっていう、塩味の卵焼きの子供なりに気を使ってた。そうそうそう、だから私大人になってどっちのって作れなくて、もうだし巻き卵になりました。塩でも砂糖でもなく、どっちか寄ってたら揉めますね。そう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 あ、でもおばあちゃんといえば塩味って感じですね。はい、私は3つ下の妹が生まれるときに、母の実家長崎の対馬のおばあちゃんの家に預けられて、そこで初めて母から離れたときにおばあちゃんがくれた毛布、2歳から今23年目、あれがそうなんですね。はい、現役です。何ちゃんだっけ、名前あるか、長い名前、はい、トラトラ毛布のトラコちゃんです今も使ってる毛布。使ってますよ。今日出張で泊まりなんで、今車の中に乗ってます。連れてくんですよね、もちろん。はい、おばあちゃん嬉しいですよね。そういうタイプの人たちが半分、うん、でもね、さだつるさんのきょんちゃんもおばあちゃんですか。いや、私は親のいとこ。ああ、おばさん。そうそうそう、私はむしろ首がこんなになってるから、おばあちゃんに首に割り箸を入れろって私も入れたらいいって会うたびに新しい毛布、これはどうだって出してくれてました、おばあちゃん。まだそれ使ってるから、なんだかんだ世話焼きってか、こう心配、ね、うん、うね、しちゃうんですよね、孫のことね。感謝しないとですね。おじいちゃんないの。あ、本当だ。おじいちゃんの話でした。おじいちゃん、僕ありますよ。まあ、ゴルフやってますけど、最初にゴルフを教えてくれたのはおじいちゃんで、そうなんだ。だから僕、あんまりうまくないんですけど、パターだけはうまくて、それはおじいちゃんが教えてくれたからだと思ってます。小さい頃にパターばっかしてて、その影響かなと思うので、いいですね。まあ、グリーンまで寄せればパターはワンパターで、いつもおじいちゃんがそこにいる。そう、そこにいて、ここだよっつってここにいてって言ってくれてるかもしれませんね。いいですね。おじいちゃん、おじいちゃん、もう閉めてもらって。あ、もう閉めてということで、おじいちゃんおばあちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。元気でいてください。